なかなか内臓が動かない、力が減っていく、消化が良くできない、排泄がうまくできない、みたいな感じで、どん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 、こ、え、う、ー、負のサイクル連鎖によって、体が崩れていくっていう状態ですね。ヒーリングライフスタイルの講座にようこそ。えー、今日は寝るだけダイエット、基礎代謝爆上げする睡眠の秘密ということで、 今日はシャープ7です。自律神経を整えると基礎代謝と睡眠の質が上がって痩せるということで始めていきたいと思います。今日の担当をえさせていただきます。西と申します。よろしくお願いします。はい。ではですね、早速なんですけど、最近、あの、季節の変わり目もあってですね、自律神経という言葉をよく聞くようになったなと私もちょっと感じているんですけども、 じゃあ、さて、この自律神経というのは何ですかって聞かれたときに、皆さんどうお答えになるでしょうかはい。というところから始めていきたいと思います。はい。じゃあ、今日の目次ということで、えー、自律神経とははい。そして、えー、自律神経が整うと痩せるのとえ。そうなのっていうことですね。で、3。 え家でもできる自律神経を整えるおすすめエクササイズということで、今日も30分間よろしくお願いします。はい。では、まず6時1の自律神経とはというところから始めたいと思うんですけど、さあ皆さんこのように聞かれて何とお答えしますかなかなか、なんとなくふわっとはわかってるんですけど、言葉にしろって言われるとなかなか難しいですよね。 それで、えー、しっかり、ちょっと、調べておきました。じゃあ、まず、まあ、一緒に読める方は読んでいただいたらいいなと思うんですけど、まず、自律神経とは、呼吸や血圧、体温維持、えー、消化、排泄など、生命に必要にあす、すいません、生命維持に必要な機能を調節する神経系です。 え、意識的な努力を必要とせず自、自動的に機能するのが特徴で、内臓神経系とも呼ばれています。はい。えー、自律神経は交換神経と副交換神経の二つの神経で構成されており、それぞれが異なる動きをします。ということで、はい。まず、えー、こあれ、あれですね。 このすごい大事なところは黄色で書いたんですけど、えー、生命維持に必要な機能を調節する神経系ですというふうにあるんですね。えー、皆さんが、えー、意識的に、えー、何かこう、じゃあ心臓を動かしますとか、えー、血圧はこれぐらいにしますとか、 意識しないと呼吸ができませんとかやると、えー、生命維持に関わりますよね。え、呼吸忘れてたわ。みたいなになったら死んじゃいますよね。<laughs> それで、えー、そんなことが意識的になかったとしても、えー、自動的に、えー、ちゃんとこう維持するようにやってくれているのが自律神経です。はい。で、じゃあ、ちょっと実はですね、これ裏を返すとですね、逆に 自動的にできちゃうので、自分が、私がコントロールするっていうのがちょっと難しいんですね。はい。あーよく考えてみたらわかると思うんですけど、じゃあ皆さん、あの、さっきの挙げた心臓ですけど、心臓を、じゃあ早く、心臓の鼓動を早くしてください。って言われたら、難しいですよね。 消化を早く、もうちょっと次予定があるから、もうこのお腹の中ちゃんと消化させて次のものを食べたいんだ。消化早くしてください。なんていうこともできないですよね。えちゃんと自分の体がそのように分かって、えー、意識しないでもできるようになっているのが、えー、それをコントロールしているのが自律神経です。でも実は唯一一つだけ コントロールできる手があるんですね。えー、それが実は呼吸です。呼吸をうまく使うと、この自律神経のバランスっていうのはうまく調節できたりとかもあるんですけども、今日は呼吸と、まだ、えっと、エクササイズですね。動作と、えー、で、やれるように今日はちょっと考えてますので、後のお楽しみによろしくお願いします。最後まで見てください。はい。 じゃあその自律神経なんですけど先ほどバランスという言葉がま出ましたがどんなバランスかというと、えー、こちらに書いてある自律神経は交感神経と副交感神経この2つからできてます聞いたことありますかはいこの交感神経副交感神経っていうのがどういうものかっていうのをちょっと分かりやすく このように絵になっていますので、えー、説明したいと思います。えー、交感神経が優位、まあ、になる。今、ここにシーソーみたいになって、シーソーが絵の一番下、シーソーになってますね。なので、交感神経が優位になると、こっちか。優位になると、副交感神経は下がるんですね。で、えー、副交感神経が優位になると、交感神経がこのように下がって、 っていう感じで、このようにシーソーですね、バランスを、えー、ずっととっているような状態です。じゃあ、主にこの交感神経が優位になっているとき、こっちですね。交感神経が優位になっているときは、どんなときかというと、日中ですね、活動的なとき、えー、です。で、えー、そのとき、例えば、えー、筋肉は、えー 血管ですね。血管は収縮して。そして血圧は上がって。心拍は速くなって。筋肉は緊張して。腸は前動運動を抑制。前動運動っていうのはこの尺取りミスのようなこの、この動きですね。腸がこのようにして、こう動いているんですけど、こっちか。こうですね。はい。動いているんですけど、それをちょっと抑制ですね。抑えるんですね。 はい。そして、汗は増える。ということで、このような状態になっています。まあ、どういうことかというと、結局、交感神経は活動的。えー、緊張、緊張というか、こう、活動ですね。活動が活発になる状態。ですから、例えば、血管が、こう、就職して、少し、 えー、血圧を上げて活動的にさせないとよく体が動かないのでそのような状態になるし、えー、心臓も心拍が速くなって活動にできるように、えー、することですね。だから緊張、えー、筋肉も緩んでいるよりも緊張というか力が入っている状態。で、そちらにエネルギーを使いますので えー、腸の内臓的な動きは抑制させて、消化よりも他の活動をするためにエネルギーを使うということになってるんですね。はい。まあ、汗はそうですね、活動的になれば増えますね。はい。じゃあ、さっきの副交換神経、この副交換神経というものが優位になったとき、なったときは、えー、どんな、どんなことが起こっているのか。 っていうと、血管は拡張します。はい。さっきの交感神経の反対ですね。広がって、よーく血が流れるようになります。そして、血管が広がりますので、えー、血圧は下がるんです。はい。圧が減る、減るんでね。それで加工します。そして、心拍もゆっかり、ゆっくりになって。 リラックスしている状態と思っていただいたら分かりやすいですね。で、えー、筋肉は緩みます。緩んでいるから全部こうゆっくりこう動いていく感じですね。じゃあ、そうなった時に、えー、内臓、えー、腸ですね、は全動運動が促進。よーくここで働きます。そしてあ、汗は減ります。はい。このようになっているんですけど、これを。 バランスよくやっています。はい。ちょっと先ほど説明しましたが、交感神経というのは、激しい活動を行っているときに活性化します。なので、主に日中と思っていただけたら分かりやすいと思います。そして、副交感神経というのはが優位になるときというのは、筋肉を休息させます。だから夜、夜寝ているときとか、 ですね。横になっているときとかです。えー、筋肉を、えー、休息させて。そして、そのとき、筋肉に使うエネルギーは、えー、結局、内臓に使っていることですね。消化器官に血液を送って、消化機能を働かせて、適切なエネルギー吸収を図る。いわゆる充電をしているということです。はい。で、じゃあ、交感神経、副交感神経、どちらが優位なのがいいか。 って言うと、その優位がどっちがいいとかではないんですね。その時、その時に必要なことがあります。頑張って日中動きたい時には交換神経がアップしないといけないですし、また、そのアップだけでは結局体が疲れてしまいますので、それで副交換神経が優位にならないといけない時もありますし、結局はバランスなんだということなんです。 ただ今はスストレスがすす。ごく多いですそれで、えー、どうしてもこの交感神経が優位になっていることが多いということが実は自律神経のバランスを崩す、えー、原因の一つとなってます。 実はこの交換神経、副交換神経、自律神経っていうのが、自分では先ほど言ったみたいに分かりにくいじゃないですか。今私は交換神経が優位 <laughs> 副交換神経が優位え、自律神経って整ってるのなって、ちょっと自分ではあんまり分からないですよね。なんか、なんとなくそうかなみたいな感じだと思います。えー、実はですね、これを目で見える可視化させた、可,可視化、えー、させた、えー、けあの、 調べる方法が実はあります。じゃあ、これですね。えっ、ー、と、自律神経バランスチェックということで、えー、これはオーラをね、撮っているんです。オーラ写真、オーラ撮影っていうんですけど、あの、こういう特殊な、えー、皆さんのエネルギーを読み取って、このように目で見えるようにする機械とかもありますので、えっ、ー、と、私がやっているイルチブレインヨガ、 の、えー、スタジオだったらこれはあるところは結構あると思いますまあないとこもあると思いますけども、えー、もし、えー、気になる方はぜひそちらの方に行っていただけたら、えー、やっていただけると思います、はい、さあじゃあ自律神経のバランスが崩れるとなぜダイエットがしにくいのかということなんですけどもごご視聴ありがとうございます続きは「ヒルズウォッチ」で配信中。 気になる方はぜひ概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします